ともっと京都を好きになる楽を旅する楽旅。はい、皆さん改めましてこんにちは。さあ本日は3月の24日木曜日です。午後の3時になりました。さあ本日もほぼほぼ毎日配信しています楽旅通信ライブ版、今日ちょっと旅へ、本日もスタートしたいと思います。拍手。さあ今日はですね、華やかにこの楽旅京町屋からライブ配信をお届けしています。普段は私一人で、まあ寂しく京都の魅力をお届けしていますけれども、今日は3人の皆様にご登場いただきまして、これからいろんなですね、京都のお話や、もう今日は京都だけではなくて、もうワールドワイドに世界のいろんなお話をですね、皆さんにお届けしたいと思っております。さあ今日はですね、このゲストの3名様お越しいただいたのは、これまでちょうどね、この一番手前のパネルにワックジャパンと入っていると思いますが、これまで海外のお客様を中心にたくさんの京都の魅力を海外に発信されておられますワックジャパンさんが、今度4月に京都国立博物館の西側に新たにカフェをオープンされます。そのカフェではワックジャパンさんがこれまでいろんなこう留学生の皆様と修学旅行生おもてなしをしたり、海外のお客様をおもてなしをしてきて、その京都の大学で学ぶ留学生の皆様とのいろんなご縁がありますので、そのカフェでも留学生の皆様とカフェを楽しみに来られた方がいろんなこう話ができるようなコンセプトで新しいカフェを4月にオープンされるということなんです。もうね、ほぼ1ヶ月後、4月の23日土曜日にオープンするというカフェがありまして、そのカフェのちょっと皆さんに先行して情報をお届けするとともに、そのワックジャパンさんとご縁のある京都の大学で学ぶ留学生の皆様に今日はお越しをいただいたということなんです。また後でね、詳しくはそれぞれのいろんな大学で様々な専攻で学びを深めていますので、まあ、そのどんなことを学んでいるのかちょっとお話を聞いてみたいと思いますが、私の一番すぐお隣がセンカさん、そしてアヤさん、そしてローラさんということで、今日は3名のゲストの方にお越しをいただいています。センカさんは私と同じ立命館大学で今は学びを深めているということなんですけどね、また大学のお話もちょっとこの後お伺いしたいかなと思うんです。でそれぞれですね、ちょっとこのパネルを一つめくりますと、ちょうど今日ですねお越しいただきました3名なんですが、まずセンカさんはブルガリアのご出身ということですね。そうですね。どうですか、ブルガリアは日本との違いとか。まあかなり大きいと思います。大きいですか。まあそういう真面目な点とか、あるいはまあこう仕事とかに関しての、まあ仕事に対してのこういう真面目さ、考え方とか真面目な態度とかは非常に異なる。ブルガリアはそうでもない。まあそうでもないというかちょっと違う考え方。そうですね、結構日本人ってこう仕事にね人生の重みを置いたりします。やっぱりヨーロッパですとかね、海外の方ってこう自分の人生あっての仕事とか、まあ、仕事のウェイトというか捉え方がまたね違ったりもしますので、そのあたりもまたこの後いろいろお話がねできたらいいかと思いますが、今立命館大学で専攻は考古学、文化遺産の専修とお伺いしていますが、そうです、具体的にはどういう勉強を今深められているんですか。自分は文化、そうですね、考古学は中心に勉強しているんですけど、まあ自分の、まあ、中心している研究というか、まあ進んでいる、まあ、具体的な専門は、まあ簡単に言えばやっぱり戦争の考古学ですね。戦い。
そうですね、まあ、特に、まあ戦争って言ってもさまざまなこう、まあ、面があるんですけど、うん、まあ、自分が、まあ、上官を上格、はい、を、中心して、研究進んでるんですけど、まあ、自分はすごいもう小さい頃から、まあ、日本の武士とか、まあ、それに関して、まあ、興味があって、まあ、その後こういう戦とか自体に非常にこう興味を持ちまして、で、まあ、それぞれの、まあ、様子とかに興味があって、で、特に鎌倉時代に非常にまあこうその魅力的っていうか、まあ、心惹かれて、そうですね、特にまあその時の思想とか、はい、つわものの道っていうのですけど、はいはい、まああとはそういう派手な戦い方とか、うん、あとはまあそういうことに関してすごい興味を持って、まあその鎌倉時代の、うん、まあ城郭とかそのマイクサー全般的をあの研究対象として、まあ、今そういう研究を進んでます。一番最初にこの日本のそういう戦いとかお城城郭について興味を持ったきっかけって何だったんですか？きっかけ、なんか本を見たとかテレビを見たとかですか？まあ一番最初はどれかちょっと、うん、まあ覚えていないんですが、一番こうなんかパッと思ったら一番なんかこう印象に残ったのは、まあやっぱりこういうまあ自分がすごいアニメとかが好きなんですけど、はいはい、一番好きなのは戦国バサラとか、はい、すごい、あとはこういうし、新選組に関してはそれぞれのいくつかのアニメが、あの白鸚記とか、はい、あ、まあそういう、あと銀魂とか、はい、あとはこういろんなゲームとかもありますなんですけど、はい、ゲームとか、あとまあそうブルガリアにいた時にそういう漫画とかゲームに触れて、はい、あとは日本に来る前に、うん、まあ日本語を勉強する前にいろんなこう軍記物語を英語で読んでて、はい、まあ平時物語とか、はい、平時物語とか、はい、源氏物語、はい、まあ太平記とか、はい、まあそれぞれを読んで興味を持って、興味を持った。いや日本人でも平家物語を読んだことない人とかね、源氏物語を読んだことない人山のようにいると思いますけどもう皆さん世界に知られる歴史文学作品ですから、やっぱりこうやって全世界で読まれて日本の文化日本の歴史に興味を持ってね、今まさにこの立命館大学の方でその中世のお城城郭を中心に、まあ、研究を深めておられるという、今回ブルガリア出身の千佳さんにね、まずは自己紹介をいただきました。続きましてはエジプトからね、こちら日本の方に来られていますあやさんですね。あの京都大学の方で今は学びを深めているということで、専攻何を深めて勉強されてるんですか？本当は経営管理です。英語のプログラムですが、はい、あのプロジェクトマネジメント、はい、インターナショナル MBA ということです。はい、じゃあこれ何か将来的にはそういう経営とか、はい、経済の方面で活躍をしたいとどう思いますけど、コンサルタンシーカンパニーとか。あー、はい、なぜこの京都日本、はい、京都大学を選ばれたとか何かあるんですか？はい、ですね、まずは私はあの2008年に、はい、あの初めて日本に来て筑波大学で1年間日本語と英語を勉強しました。はい、そこであの魅力的な日本に大好きになりまして、うん、帰国したらあの13年も経って、ね、もう一度同じ経験をしたいと思って、はい、そこで私は卒業した後 IBM というアメリカの会社で、うん、あの11年間働いていて、そこでちょっとビジネスをちゃんと学びたいと思って、はい、じゃあ、うん、どこがいいかと思って、はいね、やっぱり日本です。おお、そうですか。で、以前ね、はい、日本で学んでましたので、はい、でそこで日本の大学をたくさん調べて、はい、京都大学やっぱり一番、うん、そのこの専門なら京都大学が一番いい、はい、だと見て、そこで入って、はい、4月からプログラムが始まりますが、うん、
今のところは研究生として、はい、どうすれば日本の企業は、うん、グローバルにするかという研究をしています。なるほど、はい、もともとは日本語と英語を学びに筑波大学の方でということなんですが、はい、日本語って難しくなかったですか？難しいです。日本語はアラビア語とちょっと本当にかなり違いますし、ね、幅が広いみたいです。そうですか、はい、言語としてなんか幅が広い。英語は真ん中だったら大丈夫です、うん、そういう大きなジャンプをする代わりに、はいはい、英語は真ん中だったらちょっともっと簡単に日本語を勉強することができます。なるほどね、はい、まあ、いろいろこう日本で学ぶ、ね、苦労というのはやっぱりいろいろあるんだと思いますけど、まあ、京都大学ですからね、私も京都大学は学食を食べに入ったことはあります。入学したことはありません、はい、なかなか入れないですからね。難しいところでね、今経済経営をですね学んでおられるということなんですね。でエジプトですから歴史はね、これも日本どころの歴史ではない。ピラミッドですとか、まあ、まだまだ私たちもエジプトの歴史それほど、ね、学びを深めてませんけれども、そういうエジプトから見ても日本の歴史とかってやっぱりどうですか？日本の歴史は本当に偉いです。はい、で古いし、例えばですね、奈良の大仏、3000年以上、うんうん、建物だとちょっと大仏はちょっとすごいだと思うし、ああいうね、大きな、大きくてとっても古いですから、うん、本当になんていうか歴史が偉いと、うん、はい、ね、みんなは思っています。日本、私だけではなくエジプト人はみんなは日本が偉い、お互いこう歴史が深い国同士という、ね、つながりがあるかもしれませんね、はい、ありがとうございます。ではフィンランドから今回はお越しをいただいております、京都工芸繊維大学ですね、こちらの方で専攻がデザインということで、先ほどちょっとお伺いしますとね、グラフィックデザインをね専攻されているということで、ローラさんにも今日はゲストでご登場いただいております。どうですか、京都工芸繊維大学のこのデザイン専攻というのはやっぱりなんか特徴あるんですか？特徴あるんですか、もう結構GET の企業といろいろプロジェクトが、うん、あるんです、はい、私もともと入ったきっかけは、うん、本を読むよりも、はい、なんか自分で何か作ることが好きで、なんか昔からもやっぱ手を動かすのが好きなんですかね、はい、へえ、はい、京都は特になんかそういうね伝統工芸とかで、はい、ね、もちろんデザインといえば絵を描いたり、はい、織物で織り込んだりとかね、いろいろもう全て何作るにもデザインって必要ですもんね、はい、何が一番京都でこう触ったり作ったりして面白かったですか？そうですね、私はグラフィックデザインを勉強してるんで、結構いろんな百貨店とか、駅中のいろいろお土産のパッケージデザインを見に来るんで、はいはい、それが一番素敵だな、うん、じゃあ結構ウィンドウショッピングじゃないですけど、はい、こうお土産屋さん行って、はい、あ、このパッケージいいなとか、はい、あ、この形かわいいなとか、はい、やっぱそういう目線で見てしまいますか？はい、そうです。やっぱこれはね、職業病じゃないですけど、私なんかは観光ガイドしてるので、観光バスが通ると、バスの中盛り上がってるかなとかね、バスガイドさん頑張って喋ってるかなとか、そういうのが気になるんですけど、やっぱりこうデザインの目線で行くと、街を歩いても、あ、このデザインいいなとか、で、日本だと例えば家紋とか、文様っていうのが結構いろいろあるんじゃないかと思うんですけど、あのあたりはどうですか？日本の家紋とか文様っていうのはデザインの世界から言うと。私家紋とはそんな意識が深いんですけど、ちょっと答えません。なるほど。グラフィックデザインと言いますと、はい、例えばそのネット上のデザインという感じですか？グラフィック。そうです。印刷。あ、印刷物のデザインことなんですね。トランペットとかも作ってます。うん、で今京都工芸繊維大学でいろんな地元とのこうタイアップなんかもね、おそらくゼミと地元の職人さんとタイアップをしてね、いろんな新しい製品を手掛けたりされてるかもしれませんけど、今回もう実は明日卒業なんですよね。はい、おめでとうございます。で今まで学んできて一番思い出の深い何か大学での思い出ってありますか？
ですね、私実は2年前大学入ったんですけど、はい、ずっと2年ずっとコロナでした。そうですもんね。ですけど、そうですね、一番印象に残った経験はキャンプに関わるプロジェクトをやったんですけど、はい、初めて日本にキャンプを体験したことができて、それがなるほど、焚き火みたいなのやりました、はいはい、でこう、はい、焚き火当たって、はい、なんか焼きました。あ、はい、マシュマロ。あ、マシュマロ。マシュマロ焼くと甘いね、今日シュワシュワーとなって、はい、あ、そうですか。ああいうのないんですか、海外では。あんまりキャンプっていうのはないんですかね。そうですね、北欧はサマーハウスの文化があるんですけど、うん、あんまりキャンプしません。そうですよね、場所やっぱりちょっと北欧ですから、はい、まあ外でというよりかはやっぱりそういうなんか家の中で楽しむことの多いかもしれませんね、はい、ちょうど日本はまあ寒い時もあれば暑い時もありますから、夏なんかはよくね山の方にキャンプ行ったりね、はい、あ、キャンプを体験いただいて、ぜひその日本のキャンプを世界にまたね広めていただければ。そんなにすごいものかどうか分かりませんけど。ありがとうございます。はい、ということでいろいろですね、今日は海外のお話とまたは日本文化とのこう比較なんかもねお話ができたら面白いかなと思うんですが、皆さん多分日本に初めて来た時に来る前に思っていた印象と、あれなんか思っていたのと違うっていうことが多分結構あるんじゃないかと思うんですよね。ぜひそのあたりをちょっと千佳さんからまず聞いてみたいと思うんですが、来る前と来てびっくりしたことってありますか。まあ結構はあります。結構ありますか。まあそうですね、私がもともと非常にこうアニメとか、はい、そういう漫画とか、ね、そういう系が好きなんですけど、はい、でやっぱりブルガリアも小さい国ですから、実際に日本人とかにも会ったことがなくて、まあ、実際どういう、まあ、自分の先生以外はですね、うん、で、実際どういう人かやっぱりよく知らなくて、うん、で自分の印象もやっぱりアニメとか漫画から与えられた印象だから、まあ、そういう想像でしたんですね。実際の社会は、まあ、やっぱりアニメとかと同じような、うん、まあ、性格っていうか、うん、まあ、社会構造全体、社会の全体的な構造は、まあ、そういう感じだと思いましたんですけど、うん、まあ、来たら、うん、まあ、全然その真逆だって、まあ、アニメとか見たら、まあ、非常にこう人も気軽ですし、うん、まあ、全部は結構気軽っていうか、うんうん、まあ、話すとか話し方もやっぱりこういう楽々で話してるし、うん、でまあ日本では日本に来たらちょっと、まあ、私が最初に来たのは東京なので、でみんなは東京行ったらちょっとうん、まあ、冷たい感じがなった、その距離を取る、うん、まあ、人が多い。わかります、それ。それね、私もこの京都を専門に歴史をお話してましてね、東京に行っていろんな歴史をお話しするときあるんですよ。そしたらこの京都でお話をしたときはすぐによければわーとかうんうんとこう頷きながら聞いてくれるんですけど、東京の人はねなんかこう感動してもらってるのか話が入ってってるのかよくわからないんですよね。なんかこうちょっとこう距離を感じますよね。そうです。でこれはね東京の特徴でね、東京ってやっぱり都なので、いろんなこう地方から北海道、九州、四国とかいろんなところから集まるので、お互いこう様子見ながらねちょっとこう澄ました感じで、でも結構感動はしてるので、講義終わった後にね、いや先生よかったですって言ってくれるんですよ。でもそれね、その場でやってもらった方がこっちは話しやすいんだけどなっていうことがね、よく東京よくあるんです、それ。まあ大体、まあよく考えたら、僕のこういう大きい町だったら、まあ、他の国だったら、まあみんなが非常に忙しくて、うん、まああまりこう関わる気がないっていうか、うんうん、自分のことを自分の問題で頭がいっぱいだから、うんうん、まあそれもあるだけど、
まあ、自分が始めてきたとき、非常にこう友達とかを作るのも非常にまあ難しくて、もう帰りたいという気持ちも何回もあって。なるほど。あ、で、自分が非常に素直っていうか、うん、あの正直な人間だから、まあ、自分の考えている通り、まあ、完全にそのまま直接言うんですけど、うんね、あ、そう言ったら向こうなんか自分もなんかこう、もう真剣な話したいとき、向こうからあんまりこう積極的に話してくれないっていうか、まあ、知らないふりとかをするとか、まあ、なんかわからないとかしか言えなくて、はい、なんか友達とかを作るときもなんかみんながこうただの世間話しかしてなくて、なんか実際にこう真剣に誰かと話したいときあまりいなくて、もう、なるほど、落ち込んでたっていうか、うん、今どうですか？今こう京都に来て結構こう、はい、お話し合える友達がいたりしますか？まあそう、友達がまあ増えて、うん、まあ、社会、まあ、ここの人もまあ東京と比べてもっとこうまあ空いてるっていうか、うんうん、普通にあの話しやすいなと思います、うんうん、なるほど、よかったです。どっちかというと京都の人もね、こうあったかくね、意外とこう観光でやっぱ海外の方と接することもね、京都の人多いので、なんか困ってるなと思ったら積極的に声をかける人が多いのもね、実は京都のまあ特徴かなと思うんですよね。はい、ではどうでしょうか、あのエジプトからね、あのご出身のあやさん、どうですか、来る前と来た後のなんかこう違いとか。やっぱり一番は食べ物です。食べ物、はい、あ、はい、どうしてかというと、はい、ほとんどのエジプト人は、はい、日本人はただ生の魚だけ食べていると思っているからです。で、本当はそうではないです、ね。で、そして特にお母さんちょっと心配していて、家族もあの、あや、日本に行った後、どう、あの、行った時何を食べるか、生の魚だけでよく聞かれていて、実際に日本に行って、うん、日本の食べ物を食べて本当にびっくりした。びっくりして、すごく美味しいです、うん、お寿司、お好み焼き、焼きそば、うん、口に入れた瞬間で、わー、すごい美味しいもう今食べてるかのような表情ですね、すごい、はい、どうしてエジプトはエジプトではそういう店はありませんかって、うん、わかりないです。で、それが一番です、日本の飲食、はい、そうですか。それだけではなく、体にもとてもいいし、バランスも、でも毎日、日本人は毎日健康的な食べ物を使っているので、うん、それは私も自分で感じます。私、健康も良くなりました、うん、自分で、はい、やっぱりどうしても海と山がある国なのでね、魚かもしくは野菜をやっぱりよく食べるという国民性があるので、はい、まあ、健康には比較的まあいいというかね、特に京都なんかはあの海がない、魚もなかなか取れなかった町なので、特に野菜中心の食文化で、あの京野菜というね、いろんなこう野菜が八百屋さんにあると思うんですけど、京都はもう千年来昔からこう野菜をよく食べてきた町ということで、より健康的かもしれませんね。ぜひあの日本の美味しいお料理をね、あの作れるようになって、はい、エジプトであの経営学も学んでますから、はい、ものすごいチェーンっていう、ね、焼きそばチェーン、その具合を直したいですね。え、いけますね、これは。あやさんは後々あの経営者として成功しそうな匂いがしますね。じゃあローラさんどうでしょうか。フィンランド結構北欧とね、この日本というと多分地球で言うと反対まではいかないですけどね、結構距離がありますけれども、何かこう来る前と来た後のなんか違いって感じました？そうですね、私はもともと東京初めて日本に来たんですけど、はい、でもその後は京都に留学のために来て結構その東京と日本の違いすごく、うん、びっくりしました。そうですか。結構なんか京都にいるとやっぱ毎日いろんな文化に触れる機会あるんですね。ね、結構それがすごくいいなと思います。やっぱりね、ここ京都は千年都として歴史と
でいろんな、それこそ本当にあのローラさんがね、いろいろこう携わってきたこう伝統工芸とかデザインとか、こういうのもずっとこう積み重ねてきたものがね、京都ってあるから、何かにつけこう、あ、こういう歴史があるのかっていうね、触れる文化とか、そういうものはたくさんあると思うんですよね。ぜひあのフィンランドに持ち帰ってみたいなっていう、なんか文化ありますか、京都、日本の。なんかフィンランドの人に広めてみたいなとかいう。そうですね、フィンランドは結構そういう、こういう古い建物とか残ってないです、うんうん、そうですか。なんかそんな歴史深い、うん、歴史長い国ではないんですけど、うん、結構その伝統的な建築とか、うん、なんか残ったらいいなと、ね、せっかくデザインですから、まあ、今はねそういうあのデザインですけど、パッケージとかね印刷ですけども、家の形なんかも、まあ、いわゆるデザインですからね。なんかそういう日本で見てきたものを何かね、フィンランドでこう作り上げていただければね、またいい文化のこう伝承に。実はね、この京町屋、これ京町屋というんですけどね、築90年前の建物で、もともとはね呉服屋さんというお着物を作る方がこれ建てた町屋なんですよ。でお庭があったり、この後ろがねお茶室になってましてね、あの茶道という日本のシャカシャカシャカっと建てるね、お茶のお庭と左側の建物がねお茶室になってまして、まあそういうあの文化を伝える、まあ、町屋にね、私たちも日本の歴史とかお寺神社がお仕事ですから、まあ普通の鉄筋コンクリートのビルで何かこう仕事するよりも、まあこういうとこでしたいなということで、こういう京町屋を今会社にしてましてね、冬が寒い、夏が暑い、すごいオフィスなんですよ。激しい、すごいオフィスでね、もうスタッフはみんな苦労してます。修行だね。そう、修行。夏はね、汗かきながら仕事してね、冬はジャンバー着ながら、うん、外の気温と中の気温が変わらないというね、すごいオフィスなんですよ。悟り開けそう。悟り。もう半分ね、私たちの会社のスタッフはね、悟り開いてますね。すごい。もう礼拝対象ですね。そうすごいね、会社なんですね。まあ皆さんやっぱりね、いろいろこう違いということをね感じたということでね、ちょっと興味深いお話をね、あの聞くことができました。でそういうね、皆さんの国の文化とか暮らしの文化がありますよね。それと日本の暮らしの文化や生活、その違いで一番驚いたことって何でしたか。どうでしょう、千佳さん。一番どれたかな、うん、何でしょう。まあ結構いろいろありますが、うん、例えば非常にこう気になったことは、やっぱり、うん、あの日本であのプラスチックを使いすぎだと思います。なんかこうスーパーに行ったら、それぞれ果物一個一個こうプラスチックにこう包まれて、コンビニに行ったら、あの何かを買ったらスプーンとストローと、あの、プラスチックのボックとか全部なんかこうもらってて、もういらないっていうのにまたあのあげるとか、そういうなんか余計な使い方っていうか、まあそこまで その理由もよくわからないんですが、なるほど、あのなんでそんないっぱい使うかな、ね、あのこれはねやっぱりおもてなしっていう言葉がね、一時期日本から出ましたけど、やっぱりこう人のためにっていう気持ちっていうのが、まあまず前提にはあるんですけど、それが行き過ぎると、あ、フォークもつけとった方がいいかな、あ、スプーンもいるかな、このおもてなしが行き過ぎると無駄になりますよね。だからその辺がちょっと日本人は確かに、あの袋もつけて、その袋を袋で入れたりね、もう無駄ね、本当ありますよね、紙袋を紙袋で入れるみたいなね。これからまあ人へのもてなしというより地球へのもてなしを考えた方がいいと思います。素晴らしい。もうこれは、ね、地球がなくなったら人もなくなるから、ね、おもてなしどころじゃないですもんね。そうですね。いやこれはね、確かに反省すべき点で、日本ってちょっとね過剰なサービス、うん、そこがねちょっとあって、私たちがやっぱりね海外の旅番組なんか見ると、やっぱりこうオレンジなんかでも山積みになっててね、自分の好きなやつをこうね取って、全然包装してないですよね、個別には。ちゃんと普通に積んでるやつをこう好きなだけ取ってみたいな。日本ってもうパックに入ってラップまでして、で何やったらこう柔らかい発泡スチロールで包んでたりね、ちょっとやっぱり行き過ぎたサービスっていうのも ね、いやこれは今日勉強になりましたね。
例えばなんかこう洋服屋さんとかにも行ったら店員さんがいつもこうついていくなんですけどもうなんかいいですよっていいですよもう何か買わ何も買わなかったらなんかもう罪を犯したようなこう罪悪感を感じててそれはね日本人も一緒です出れないですね、うん、出れないあのやっぱりねあなんか靴下1個買っとこうかなとかね最後いらんけど買っとこうかなってこれありますあでもそれはねちょっとやっぱり日本人としてちょっと戒めていかないといけないかなと思いますね。じゃああやさんどうでしょうか。驚いたこと一番驚いたのは時間を守ることです。ああ時間日本は日本と日本人は本当に時間はとても厳しいです、うん、例えばですねあのバスの時間は時刻不要があります、ねうん、例えばあの私は岩倉に住んでいます。岩倉のバスは、うん、例えば8時14分です。そうですね。15分ではない。ない。14です。ね、13分でもない。はい。で、それはとってもびっくりしたことです。うん、で、驚いて、エジプトでは全然違います。時刻はそもそも時刻不要なんです。で、駅に着いて、ずっとバスを待つ。待って。で来たやつに乗るとということだけです。で日本は本当にでもそれはとってもいいことだと思います。はい、人の時間の無駄にならないように。そうですね、はい、これはあの例えば乗り物が一番ねそれは顕著だと思うんですけど、もう新幹線とかももう秒単位で動いてまして、ほとんどズレがないっていうね、これ日本人がまあ真面目というか几帳面なところだと思うんですけどね、はい。で流れはもう電車2時間も遅れるし2時間来たらもう運があるみたいな。2時間、そう2時間遅れたらちょっと怒りますか。怒るっていうかあの、うん、来たのは嬉しい。そうか、2時間遅れたらもう来たのが嬉しくなってしまう。そうすごいな。フィンランドどうですか時間とかは。そうですね、まあ電車とかはまあ10分とか遅れますか。でも約束とかは結構厳しい、日本と一緒です、ね、あ一緒ですか。あそのあたりやっぱりなんか国民によって国によってちょっと時間の感覚っていうのがね、ちょっと違うところもある。だから今日はね一番早くに来ていただきましてね、もう時間をしっかり守っていただいて素晴らしい。やっぱりそういうのは気持ちとしてね、はい、そうエジプト人はみんなそうになったら嬉しいと思います。でもおおらかっていう言い方もね、まあ時間に対しておおらか、日本人はちょっとこうちょっと自由です、そうこまこましてますからね。ああいいかなと思います。さあ続きましてローラさんどうですか。フィンランドと日本の違いでえっと驚いたこととか。はい、そうですね、あの先ほどおっしゃったように、はい、結構寒くないですか。ここ寒い、結構フィンランドも結構寒いな印象を持ってらっしゃると思います、ね、うん、思ってます。でも実はあの京都の方は一番寒いフィンランドより寒いですか。そうです、あの雪の降る量とかはどうなんですかフィンランドは。そうですね、結構マイナス30度を超えると結構雪も降ってますね。え、マイナス30度でも京都の方が寒い感じですか。そうです、これ何ですかね。それはなんか私たちの感覚だともうマイナス30度というとどんな世界かわからないぐらい寒いんだろうなと思いますけど。そうですね、もしかしたらとも、季節湿気が、湿気、あの京都であの湿気が高いですね。結構建物も冷たいし。そうですね、多分あのマイナス30度だからもう建物ががっちりしてて暖かくしなければいうところがある。なかなか日本とか京都って意外と夏は暑くて冬は寒いので、あのどっちかというとね、こういう京町家も夏の暑さに対策を取ってて風通しがいい建物なんですよ。なので冬はひたすら我慢というね、冬の工夫って町家にはないんですよ。ただね、重ね着してこう火に当たるっていう、それで日本人はずっと暮らしてきたので、だからもうマイナス30度まで行くとね、冬の寒さをいかに暖かく過ごすかっていうことで建物もしっかりしてるんでしょうね。じゃあ逆に京都の寒さの方が身に染みてる感じなんですか。でも逆に夏の暑さどうでした。体験してみて、この京都の夏の暑さはね、同じ日本人同士でもね、もう京都の夏は絶対行かへんっていう人結構いっぱいいます。そうです、
ね、蒸し暑くて結構大変でした。食べ物も食べれなくなりますね、食がやっぱりちょっとね、そう、京都の夏はね特にすごいんです。エジプトの暖かさ暑さと比べるとどうですか？激しい時もあります。あ、はい、やっぱりエジプトなんかだとこう朝晩の冷え込みと昼の暑さのこの寒暖の差が大きいんじゃないですかね。大きくないですが。そうですか。でも例えばですね、夏と冬、うん、ずっと違います。はい、本当に暑い、本当に寒い、真ん中はないです。あ、京都よりも先輩かも。京都も暑さ寒さ厳しいんですけど、はい、エジプトもやっぱすごいということなんですね。はい、あ、すごいな。我慢しかありません。ブルガリアはどうなんか、気候的にはどういう国なんですか？ね、冬は北海道、夏は沖縄。お、やっぱしたら暑さ寒さがちょっと激しい。そうですね。でも、うん、あの日本と比べてあの湿気がそんなに高くなくて、かなり乾燥しているので。じゃあ夏の暑さはカラッとしている感じですか？そうですね。でも日焼けはちょっとかなり辛いですね。あ、日焼けしたらそこ。で、私はだいたいこの春ぐらいでもこれだけ日焼けしてきますんでね、あの吸収率がすごいんで、はい。あ、でも日本の方が、うん、あの紫外線は強いですから。そうですか。まあ、もともとオーストラリアの方が一番強いなんですけど、うん、まあ、日本もかなり近いですから、その影響もあるかなと思います。影響あるんですね。まあ、いろんなね、皆さん国々でこう気候風土が違いますから、やっぱりもう気候だけでもね、気温とかだけでもやっぱり日本に来ただけでうわっと思ったりね、暑っと思ったりする、いろいろあると思うんですよね。いろいろね、お話を今日はお伺いしてるんですが、まあ、なんといってもここは京都ですから、ちょっと皆さんに京都のことについてちょっとお伺いしてみたいと思うんですね。私がお寺神社が専門なので、ちょっとまず最初はね、京都のお寺神社で一番好きなところをちょっと聞いてみたいと思います。皆さん学んでる中でやっぱりね、お休みの日はちょっとお寺神社にお出かけしたりもされてると思うので、じゃあ今度はね、ローラさんからちょっとこちら周りでちょっと今こっちでしたから、ちょっとね、ローラさんから聞いてみましょうか。どこのお寺神社が好きですか？やっぱり一番好きな神社は、下鴨神社。ああ、昨日おとつい行きました。はい、あのね、やっぱり森が、緑が豊かで、綺麗な川が流れてて、なんかこう心が洗われる感じですよね。どのあたりがローラさんは一番好きでした？そうですね、あのタラスの森って言って、うん、森、はい、結構その緑が好きで、結構なんか賑やかな街の中でこういう逃げ場所がある、すごく好きですね。あの7月の土用の丑の日と言いまして、7月の最後の方にみたらし祭りというお祭りがあって、あ、行かれました？すごい、あの池の中にジャブジャブっと入っていきまして、水の力で悪いものを流していくっていうお祭りなんですよ。で、そのみたらし池の水がむちゃくちゃ冷たくなかったですか？冷たかった。足を入れたらヒヤって、あの7月の一番暑い時なのにヒヤってするぐらいむちゃくちゃ冷たい水なんですよね。あれでなんかもうね、足が一回りちっちゃくなったんじゃないかというぐらいね、キュッと締まります。ぜひまたあの行ってみてくださいね。あ、そうですか、下鴨神社ですね、ありがとうございます。あやさんどうですか？やっぱり金閣寺です。あ、金閣寺一番好きです。やっぱりキラキラというところですか？キラキラというところで、建築も、あ、で、あのその周りの自然のところ、お庭ですね。で、よくいい写真も撮りますね。ね、ちょうどあの金閣寺行きますと、建物の前に池のお庭がありますよね、はい、あそこに金閣寺がこう逆さまに映ってね、はい、逆さ金閣って言うんですけども、もうあの逆さ金閣含めて風景が綺麗ですよね、はい、そうですか、やっぱり金閣寺は海外の方にも一番人気ですからね。金閣寺の色を見ると、うんうん、どうしたか分かりませんか？ピラミッドを思い出します。どうしたか分かりません、まあ、なんか黄色 と、はい、ゴールド、ね、ゴールドとなんかそういう同じような色の感覚あるんですかね、はい、すごい、偉いです金閣寺。あ、そうですか。例えばその金閣寺を見て、うん、銀閣寺って行ったことありますか？あ、まだないですか。じゃあ今度ね、今度銀閣寺に行っていただくとまた真反対のね、あ、そうなんですか、わびさびとかね、ちょっとこう静かな
静寂な静けさに美しさを感じるようなそんな空間が広がってますので、ぜひまた一度行ってみてください、はい、ありがとうございます。では千佳さんどうですか。そうですね、まあ、私が一番好きなのは、多分神神神社と あとは三千人と苔寺かな。おすごい、ま、たこのなんかちょっとタイプの違う3つですね。神鴨神社でしたら下鴨神社と兄弟みたいなもんですから、なんかタイプ違うっていうか、うん、私から見たら、うん、それなぜか一番好きと言ったら、うん、まあ、建築というよりがこの全体的な景観の、はい、もう神秘的な景観が私が好きですね、うん、つまりフェンタジーなんかフェンタジーっぽいっていうか、うん、もう、うん、別異世界のものという印象を与えるような景観が好きなので、はい、別に建築がそんなに派手じゃなくて、うん、もう全体的な風景が、うん、もうこういう異世界のに渡ったような、うん、まあ、こういう印象を、まあ、規模の与えるところが好きですね。あ、やっぱり神鴨神社だと鳥居をくぐると広い芝生が出たかと思えば、ね、2つ目の鳥居をくぐると白砂と建物が出てきて川が流れてと、本当に一歩一歩奥へ行くたびにこう異なる世界が広がっていく、そんな感じがありますよね、はい、三千院はまたね苔のお庭があって、でその中にポツンと往生極楽院という建物と阿弥陀様がいらっしゃってね、これまた仏のなんかこう神秘的な山の中にあるお寺さんなんですよ。ということで、まあ、なかなか結構大原まで三千院まで行かれてるということは、そうですね、私山岳院がめちゃくちゃ好きで、こういう山の中にあるところが例えば和歌山県の、小山さんの全部を浴びて30キロぐらい山を通って、はい、その最初から、まあ、最後まで浴びたんですね。すごい、比叡山とかも全部歩いて、やっぱこう日本の歴史に興味があると、その昔の人が歩いた道をちょっと私も歩いてみようと。そうですね、もうこういう昔の世界にこう渡るような気分がしますので。なるほど。今まではなんかこう漫画とかで見ていたような本当に異空間がそこの目の前に広がると。そうですね。ね、すごいな。やっぱりこうそれぞれ皆さん違う観点でね、やっぱりそれぞれ京都のお寺神社を見ていただいて楽しんでいただいている感じでしたね。ありがとうございます。では食べ物のお話がね再三出てますけども、京都日本の食べ物で一つあげるならこれが好きだっていう、じゃあローラさんからまた聞いてみましょうか。やっぱりラーメンです、ね、ラーメン、ラーメン来ました、はい、日本のソウルフードですよね、もう今でね。例えば醤油ラーメン、味噌ラーメン、塩ラーメンありますね、豚骨もあります、はい、何が一番好きですか。あ、私は豚骨ラーメン。おお、すごい。一番濃いやつが、はい、背脂は入れますか。すごい、やっぱりこう濃いのが好きですか、はい、やっぱりね、フィンランドにはなかなかないですか。なかなかないですね、麺料理もないです、ね、あ、そうか、まあ、麺よりパスタ、パスタですもんね。じゃあ最初にラーメン食べた時はもうかなり衝撃的な感じでした。そうです、結構印象に残ったんです。すごい、すごく美味しかったです。でそんなに高いね、お値段でもないし、まあ、普通の本当に食事として食べれて、でもお店もいっぱい、工芸繊維大学だと近くに、ね、平川通りとか高野のあたりにたくさん有名なラーメン屋さんがね、ラーメン街道がありますから、じゃあもう自転車で足しげく行って。すごい、ぜひラーメン文化を今度はフィンランドにもね広めていただけたらと思います。あ、そうですか。あやさんどうですか。焼きそばです。あ、麺つながりで焼きそば、はい、焼きそばも醤油、ソース、はい、塩ありますよ。ソース、ソース、すごい。もうそしたらお祭りに行った時の屋台で、はい、こうおっちゃんが作ってるような屋台の焼きそば、一番こうオーソドックスなやつ、はいはい、あれが一番好きですか。はい、で特にエジプトでは焼きそばはないと思いますので、それは私にとっては日本と、うん、特に京都の特徴だと思います。あ、食べて食べて、いくら食べてもまだ食べたくない。結構ね、京都は焼きそばのお店もねたくさんありますし、はい、中華料理のお店行っても焼きそばありますし、
鉄板焼きに行っても焼きそばありますからね。そういうことです。ね、お好み焼きと焼きそばも食べれますし、いつもです、ね、いつも、はい、必ずあれセットですよね。そうです、お好み焼き食べて焼きそばも頼むと。一緒です、いつも一緒です、一緒ですね、はい、ぜひあの焼きそばのお店をエジプトでチェーン展開してください。ありがとうございます。じゃあ千佳さんどうですか、何か一番好きな京都日本の食べ物。和菓子と抹茶だな。おお、和菓子。特にあの生菓子、はい、すごい、あのカラフルな季節ごとに、そうですね、形を変える、はい、あのおも菓子というか上菓子ですよね。お抹茶と一緒に飲むのが、食べるのが、そうですね、すごいな。なんかこういう、なんて言いますか、調整剤じゃなくて、うん、あのこれすぐ食べるやつが好きですね、うん、これスーパーで売ってると保存添加物が入ってるのはね、添加物が入るとちょっと味が変わるので、うん、あの何も入ってない、こういうあのケミカルが入ってない、ね、もう自然食品の、はい、あの西陣にちょうどあの堀川今出川通りの交差点のところに鶴屋義信という和菓子屋さんがあって、 あ、知ってます、ね、あそこの2階に行くと、はい、お寿司のお店みたいなカウンターで和菓子の職人さんが目の前でお菓子をね作ってくれて、あ、行ったことありますか。ね、あそこはもう新鮮なお菓子がねそのまま食べれますから、こういうところでお抹茶と一緒にね食べると、はい、私たちも実はね、このお座敷で月に2回お茶のお稽古をやってるんですよ。茶道を習ってまして、まあ、全然茶道の方は上達しないんですけどね、お菓子だけはたくさんいただいてまして私あのこういう専門の和菓子屋さんに、うん、あのまあ、作り方を教えられたことがありまして、最近ね体験、そう和菓子作りもできますもんね。しかしあの京都ではなくて別のところ。あ、そうですか。京都のね、はい、和菓子屋さんでも、例えば北の天満宮の近くにあるね、老松さんとか、あと33元堂の近くの七条の寛春堂さんとか、和菓子の作る、あ、それこそね、ワクジャパンさんのカフェのすぐ近くですよ。あそこで和菓子作り体験ができますので、ぜひあの、千佳さんのオリジナル和菓子を開発してあの出していただいて、カフェでね、どうですか、なんか食べるのが専門ですか、人に出すのがないかな。なるほど、狂気の青長です。食べさせられるようなもんではないと。そうね、自分が楽しむぐらいなら作るけど、ね、わかりました。ということで、まあ、最後になりますが、あの日本で京都で一番好きなもの、まあ、食べ物も入ってしまうかな、でも日本に来て一番これ好きだなと思ったことをちょっと最後に聞いてみたいと思うんですが、あやさんどうですか。本当は人々です。あ、人々、日本の人、はい、どこら辺にそう思っていただけました。思いやり気持ち、あ、それ一番です。一番ですか、うん、やっぱりこういろんな時にお声掛けをいただいたりしてますかね、はい、でいつも手伝ってもらったりし、うん、あのなんていうか、私の気持ち、いつもなんて言いますか、思いやりしていただいているから、うん、本当に一番に好きなのは人々です、ね、日本人。わあ、ありがたいですね、はい、これからもやっぱりそういうのを私たちは大切に皆さんと接していくことがね大切なのかなと思いますね。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、ローダさんどうでしょうか。アイヤさんと同じように結構日本人が好きです。あ、そうですか。やっぱりそれはやっぱり触れるたびに何かそう感じることがありましたでしょうかね。結構思いやりの文化もあるし、うん、結構その例えば物をあげるとき、うん、いろんな細かいところにこだわる文化。そうですね、結構作法とかね、相手の気持ちを思いやってこうやって何かをやるとかね、いろいろ、まあそれめんどくさいといえばめんどくさいかもしれないです。そういうのをねしっかりやるっていうのがやっぱり日本人らしいところかもしれませんよね。まあそういうところやっぱり私たちやっぱりこう現代社会だとちょっとそういうところがなくなりつつありますのでね、やっぱりそういうところをしっかりいつもの日本人の良いところをやっぱりこう私たち常に見つめながら、やっぱりこうそれをなくさないようにね、私たちも生活をしないといけないのかなと思いますね。ありがとうございます。千佳さんどうでしょうか。まあ、私が一番、まあ、
洋々好きですけど、何が一番いいんですか。多分日本の自然と歴史景観ですか、ね、うん、やっぱりその自然景観の中で私たちは育まれて、なんかそういうところにこう、例えば宗教観でいくと八百万の神といって、山にも山の神様、川にも川の神様がいて、全てのものに神様が宿る、でそれを大切にしていくみたいな、なんかそういう世界観、自然と共に生きてきたからこその、なんかそういう世界観というのは日本人にあるかもしれませんね。あ、そうですね。あと、まあ、日本は、まあ、自然の、日本の自然はやっぱり、うん、まあ、自分から見たら、それぞれの、まあ、世界の国の自然をこう集まってるような感じというか、と、いろんな要素が凝縮してる。なんかどんな自然でも体験できるとか、うん、あとその昔の景観とこうなんか一体化して、もういろんな、はい、私すごいあの旅行が好きなんですけど、うん、いつもこうさまざまなところに行ったら、もうまるでこう別の世界みたいに渡ったような。そうですね、同じ日本でも本当に場所によって全然違う街並みとか、新しいものもあれば古いものもうまく調和しながら残ってたりする地域もありますもんね。はい、すごいこう華やかと思います。うん、 ありがとうございます。はい、まあ、いろいろ今日はですねお伺いをしていきましたが、まあ、最後になりますが、何かこう、私は一応日本の文化とか京都の歴史、お寺神社が専門なんですけど、何か若村に聞いてみたいというようなことを何かありますか。どうでしょうか。じゃあ千賀さんから。はい、京都の穴場を教えてください。穴場、例えば仏様が拝みたいか、お庭が見てみたいか、絵を見てみたいとか何かありますか。こう神秘的なところに行きたい。神秘的なところ、神様に触れたい。触れるところですよね。比叡山結構ね歩かれたとおっしゃってましたよね。はい、私もね一番好きなのは比叡山の一番奥にある与川に岩山大師堂というところがあって、はい、あの辺りがねすごく、比叡山といいますと千年修行がずっと重ねられたところで、その中でも一番修行の厳しいものが残っているところでもあったりするんですよ。岩山大師。岩山大師、はい、漢字はね、元という元日の元に、はい、数字の3、はい、で岩山で大きな師匠の師と書いて、はい、岩山大師というね、ちょうど今から1000年前のお坊さんが修行した場所が残ってまして、そのお堂と、そのお堂の中にはその岩山大師が修行したその時にろうそくの明かりがあって、でろうそくの光で後ろに影が映ったんですよね。でその岩山大師という人はすごいお坊さんだったので、座禅が終わって立ち上がった時に影がそのまま残ったんですよ。でそのお弟子さんがあっと思って、その影を絵に描き取って、描き取ったところから影がスーッと消えたんですよ。そのありがたいお姿が今も岩山大師堂というお堂の中にお祭りされてまして、神秘的なそういうね逸話が残ってる、伝説が残ってます。でその奥にお墓もありますので、ぜひ行ってみてください。すごいパワーを感じると思います。はい、ありがとうございます。あやさんどうですか、何か私に聞いてみたいこと。はい、ですね、仏さんの姿はいつもそうです。うんうん、時々逆です、ね、それどういう意味でしょうか。これはね、はい、仏さんというのはこう自らの力で人々を救うんですね。でその救う時にどんな力を持っているかを手の形で実は表してまして、この手の形のことを陰というんですね。でこういう手の形はどんな意味があるかというと、右手は安心してください、不安はいりませんよ、安心を与える力を意味してるんですよ。で左手は下からこうすくい上げる手で、皆さんのどんな願いでも救って必ず叶えますよという力を表してましてね、この2つで安心しなさい、必ず願いを叶えてあげますよっていうことで、お釈迦様という仏様なんですけど、こういう手をしてるんですよ。でたまにね、この左手にね、これちょっと水ですけれども、壺が乗ってる場合があるの。こうやって壺、この壺が乗るとこの壺の中に薬が入ってまして、
薬の師匠と書いて薬師如来という仏さんに代わって、薬の力で人々を救うんですね。体の病気とか、仏さんは特にね、体だけではなくて心の悩み苦しみを取り除いてくれるのがこの壺を持ったね薬師如来と言いますので、今度仏様を拝むときにその手の形こういうのもあったり、これ阿弥陀様と言いまして極楽浄土、亡くなった次の世界に連れて行ってくれるのはこの手なんですよ。でこういう手があればね、これ大日如来と言いましてね、悪いものを全部知恵で砕いていく、知恵の拳と書いて知見というんですけどね、悪いものを全部打ち砕いて正しい道を作っていくっていう大日如来と言ったりするんですよ。すごいです。はい、この手の形で力をねいろいろ表してますので、はい、ぜひその手の形に注目をしてね拝んでいただくとぴったりのお願い事ができると思いますので、ぜひ勉強になりました。拝んでみてください。ありがとうございます。はい、じゃあ最後ローラさんどうでしょうか。そうですね、私たち3人で留学生で、結構そのなんか留学生学生の京都を経験したことがあると思いますが、はい、ご自身にとってなんか京都の魅力って知りたいんです。そうですね、私が、ね、思う京都のやっぱり魅力っていうのは、この日本の歴史文化のその大半がこの京都を中心に都ということで、京都に文化も政治も中心があって、つまりこう日本文化の原点を探っていくと、あ、京都のここから始まったとか、この文化が広まっていって日本文化になってるとか、そういうことでいくとやっぱり京都を紐解けば日本文化とか日本の歴史がおおよそこう見えてくるっていうところかなと思うんですね。なのでいろんなところ行っても、ある場所行ってもそこに平安時代の歴史があったり、鎌倉時代の歴史があったり、室町時代の歴史があったり、同じ場所に違う時代の文化が重なって新しい京都があったりするんですよね。でこの伝統とか文化って、意外と京都の人ってなんか古いものを守ってずっとこの長く生きてきたような印象がありますけど、意外とね新しいものが好きな、そういうね人々が多いんですよ。だからラーメンが結構流行るのも、結構ラーメンって昔からあったわけじゃないんですけど、いいじゃんってなればすごく京都の人はね取り込んで、パン屋さんも多いですよね。昔から食べてないのにパン屋さんがあんなにあるのも、パンいいじゃんってなったら一気にパン屋さんが増えたりと、新しいことに興味を持ってチャレンジするから、それが後から振り返ったら伝統になってるというかね、やっぱこう新しいことにチャレンジしなければ必ずそれはもう滅びるしかないというかね、衰退しかないので、日本人特に京都は都として全世界からいろんな新しいものがどんどん入ってきて、それを一回みんな試してみて、飲んでみたり食べてみたり作ってみたり、良いものがあったらそれを必ず取り込んで、当時は一番新しいものですけどね、でそれをずっと続けるから後から見たら伝統歴史になってるわけで、チャレンジするから歴史ができるっていう、そういうところがあると思うんですよね。だ意外と京都から世界的な大企業、有名な会社が多いのは任天堂、京セラ、ワコール、村田製作所、オムロンとか、こういう世界的な企業が生まれるのも新しいことにチャレンジをするというね、そういう街がやっぱり京都なんですね。意外と古いものを守ってきている街というよりかは新しいことにチャレンジしてきた街なんですよね。だからでも逆に言うと10個チャレンジして多分残ってるのは1個だけなんですよ。やっぱり9は捨てられますから、やってみたけどあかんかったって結構ありますよね。でも10個チャレンジするから1個残るんですよ。1個チャレンジしたら1個も残らないので、やっぱり京都ってねどんどんいろんな新しいことにね結構挑戦的で、お肉を一番食べるのも実際日本の中で京都人なんですよ。パンの消費も日本一なんですよ。神戸と京都が争ってるんですよ。意外でしょ。なんでしょうなんかね、いつも豆腐食べてるような印象ありますよね、京都人ってね。でも違うんですよ、肉とかパンはね仕事の街なのですぐに食べれる、仕事しながらでも食べれる、これがね京都にとっては大事で、商売の街だから急いで食べられるパンがねすごく人気なんですよ。ご飯作る時間があったらバッタンバッタンと旗折りをしろっていう、西陣織を作れっていうようなね、そんな家がたくさんありますから、仕事優先でね、もうご飯を一生懸命食べてバーッとまた仕事するみたいな、だからパンがね
日本一の消費なんですよ。で、肉を一番よく食べるのも京都人っていうね、不思議なことで、新しいものが好きなんですよね。はい。だからぜひ、まあ、多分ね、あれっていう、それも多分ね、皆さんから見ると京都人ってなんか違う印象だったと思いますけど、はい、新しい側面がまた見えてくると思いますのでね、また京都人と仲良くなって、なかなかこう距離取りますから京都人警戒してくるところもありますけど、一回懐に入ったらね、京都人ってそういうこと本当あったかいんですよ。あの、教えてくださいってもう言えばね、京都人って結構あったかく、うん、しっかりあの教えてくれますんで、ずっとしつこければ、まあ、ある時点でもう諦めるしかないみたいな。そうね、そう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 。でも京都人は絶対こう心通じますから、ぜひまたこれからもですね、京都で学びながら、また京都の文化とか日本の文化をね、世界に皆さんに広めていただいたら、京都で学んでいただいたね、そのいい結果がね、また皆さんの今後の人生にもね、また全世界にも及んでいくと思いますので、ぜひまた皆さんの活躍をですね、今後も期待したいと思います。特にローラさんは明日卒業式ということで、おめでとうございます。ぜひ今後も頑張ってください。で、いつもね、このライブ配信の最後はね、合言葉で実は締めくくってまして、あの、きっともっと京都を好きになるっていう、この合言葉で実は最後いつも締めくくってるライブ配信なんですよ。で、私がこの後ね、きっともっと京都をまで私が言いますので、最後の好きになるというところ、皆さんもちょっと大合唱いただきまして、手にハートマーク、好きになるで、こうちょっとこう好きになるみたいな、でさよならで終わりにしたいと思いますので、ぜひあの一緒にこれをねしていただいたらと思います。それでは心にハートに元気をチャージする合言葉で締めくくりたいと思います。皆さん、合言葉はきっともっと京都を好きになるです。好きになるというところを大合唱いただきまして、手にハートマークを作って、ぜひ今日は4人で元気を皆さんにお届けします。皆様からも元気を京都にお届けいただきたいと思います。それではいきます。きっともっと京都を好きになるということで、今日はセンカさん、アヤさん、ローラさんにご登場いただきました。皆様の今後の活躍を記念しまして、今日のライブ配信終わりたいと思います。皆さん、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ私はポチッと消してきますね。